どうも皆さんこんばんは。風雷の試練5プラス、やっていきましょう。安定の 0% です。さて、いろいろとあるんですけども、私メガトンパンチが好きでして、久しぶりにちょっとやってみましょう。最近全然やってませんが、敵のレベルマックスでいきましょう。は？よくわからんけどとにかく始めてみるか。なんや、対戦相手お前かいな。お手柔らかに頼むぜ。いやぁ、白滝さん、実は私、メガトンパンチ超得意なんです。見ててくださいよ。は？ふふふ、一個失敗しましたけど、どうですか？泥棒しかできない白滝さんだと、太刀打ちできないんじゃないですか？いやいや、私泥棒以外でも得意なのがあるねん。ちょっとそこで見ときなさい。え、どういうこと？うん、これは得意やね。すごく得意やね。おにぎりうめえ。やっぱり天守の後は格別ですね。改めましてこんばんは。今回は55回からですね。うん、店はなさそうですね。メガトンなパンチされたからかな？ごめんって天守、出てきてや。でまあ、店がないならばサクッと階段降りたいのですが、99回までまだまだ長いので、アイテムは回収しないとまずいね。お、錦別の草か、なんやろか。やり直せそうか。復活禁止縛りでも通常プレイでも、どっちでも無意味な草ですね。天守に投げるしか使い道がないね。変換の盾があると、柄と戦うのが本当に楽ですね。貫通カートは矢稼ぎもできませんし、ただの邪魔な存在ですね。天使と一緒やね。素早さの草って、アイテムがたくさんあるとなんとなく食べちゃったりするんですけど、自分が倍速になるってことは、言い換えれば、全員鈍速状態ってことでしょ？倍速の敵でも等速になるんでしょ？それってめっちゃ強いやん。そう思いながらも、いつも食べちゃうんですよね。なんでですかね。私、アイテムの取捨選択が、一向にうまくなりません。持ち物がいっぱいの時にいいアイテム拾ったとして、手持ちのいらないアイテムと交換するのはできるんですけど、手持ちのアイテムが全ていいやつの場合、どれを捨てるかめっちゃ悩むんです。爆睡の巻物とか捨てなきゃいけない時、めっちゃもったいなく感じます。まあそれも、考えれば考えるほど、結果的には天守が悪い、そこに行き着くんですけどね。さて、次は56回です。来ました、店です、店が出ました。天守に会えるね、別に会いたくないね。さて、店が出たのはいいんですけど。そこにいる緑のやつ、あいつの特殊能力は、フロア中から試練と敵を引き寄せる、というチート能力です。でも、私実は、こいつの能力を無効化できる、動かずの盾を拾ってまして、それさえあればこいつは何も怖くないんです。ふふふ、お前なんか全然怖くないね。まあ、問題があるとしたら、持ってるはずの動かずの盾が、アイテム欄に見当たらないことです。は？自分でも何を言ってるかわからんです。え？おかしくね？確かに拾ったはずなのに、なんでないの？純ソフトさん、このソフトバグってますよ。こんな致命的なバグがあっちゃ困りますよ。あ、そうだ、私せっかく録画してるんだから、動かずの盾がいつ消えたかチェックして、純ソフトさんに報告すればいいや。
これは前回の泥棒の時です。ほら、見てください。動かずの盾あるじゃないですか。チュンソフトさん、どういうことですか？あれ、床に置いた、だと？と、泥棒開始の部分を見てみよう。あ、これって、まさか。そうか、私店に置いたまま泥棒しちゃったんやね。あれ、店？店だと？そもそも店がなければ、動かずの盾を忘れることも、なかったんじゃね？くっそー、そうとわかれば、早速店主に仕返ししに行くしかないね。おい店主、聞こえるか？お前のせいで動かずの盾が、はぁ？おい店主、お前、マジでいい加減にしとけよ。壺が割れなかったからよかったけど、もし割れてたらどうなるかわかってるんか？壺が割れてても割れてなくても、どの道泥棒される、そこは変わらないと思うんですよね。まあそうやね。あなたとも長い付き合いですからね、それくらいはわかりますよ。でも、その長い付き合いも、今回で終わりにします。なんだと？だって、今回ばかりは普通に泥棒できませんよ。店のアイテムはまあまあかもしれませんが、ドレッドラビがいるんですよ。店のアイテムを置いてる間にドレッドラビに呼ばれたら、私たちに囲まれた状態で泥棒スタートです。その時点で泥棒失敗というわけでしょ。だからもう、今回は諦めた方がいいんじゃないですか。ふむ、階段ここか、微妙な距離ですね。なんか店主がごちゃごちゃ言ってましたけど、確かにドレッドラビは怖いです。でも、原始に続く穴の時とか、ラビがいても普通に泥棒できてましたから、ちゃちゃっとアイテム売って泥棒すれば、まあ大丈夫だと思うんですよね。皆さんは、ドレッドラビがいたら泥棒しますか？しませんか？アイテムを売る時にまあまあスリルを味わえるので、結構おすすめです。さて、マップ左側しか探索してませんが、泥棒に必要な部分は揃ったので、ちょっくらこのまま泥棒しに行きましょうか。私もそろそろ普通の生活に戻りたいんです。は？毎日毎日泥棒される生活はもう嫌です。しかも、泥棒されるだけならまだ。うるさいわ、まだ喋っとったんかいな。いやー、そんなわけだから今回は泥棒諦めましょうよ。アイテム売却のため、カットします。え？私の言ってること聞いてました？すまんが今まで一度も聞いたことないわ。そういやそうでしたね。そういう人でしたね。すまんな。ところで店主、アイテムの右側に書いてある、緑色の文字ってどういう意味なん？ふざけたこと言いながら、札投げないでください。そんな店主には、人生をやり直せた気分になる草をあげるよ。死ねよ。ふう、最近の店主は口が悪いです。そしてその口が分厚いから、手に負えないね。他にも、その赤さも手に負えないね。赤い、赤すぎる、どうしてそんなに赤いのか、という疑問を、さっき小1時間考えたのですが、全く答えが見つからず、なんでこんなこと考えたんだろう、という気持ちにさせられました。あれ？店主どこ行った？まあいいか、せっかくのチャンスなので壁でも掘ろうね。店主が帰ってくる前に、終わらせとこうね。あとは簡単、場所替えの杖で一気にショートカットしましょう。ふう、ということで、始まりましたね。だいぶショートカットできたので、階段は結構近いのですが、どうでしょうかね？しばらくアイテム欄を眺めてますが、使えるアイテムは店にあったやつだけなので、そんなに眺めても、無意味やね。まあ、今できることと言ったら、階段へ向かって歩く、それしかないね。うわぁ、カラシカラシしてますね。おお、一匹どっか行ったね。
あまり彼氏とは戦いたくないのですが、この狭い通路じゃ、やるしかないね。まあ、鈍足にして数回殴れば、死ぬんじゃね？こいつ HP250 もあるのに、与えるダメージ30ちょいかよ。くっそかてー。くそ硬いのに、唇まで分厚いとか、マジで手に負えません。さて、あとは様子を見ながら階段部屋に入りましょう。うん、いい感じやね。ふう、ゴールです。今回の泥棒は超簡単でしたね。わさびに囲まれて鼻がツーンとしてきたので、次のフロアへ行きましょう。さて、すっきりしたところで57階です。店はないね。店がないならば即降りでいいね。は？くそー、鼻がツーンとした影響で、ゲージが消えたね。ぐぬぬぬ。わさび、許せません。だいたいお前、前から言いたかったんやけど、スシローのお寿司が基本全部サビ抜きになったのも、お前のせいなんやろ？余計なことしやがって。皆さんは、回転寿司行ったら何皿くらい食べますか？私、最近は15皿くらいしか食べなくなったけど、昔は30皿くらい食ってたね。その頃はエビがすごく好きだったらしくて、エビだけを30皿食ってたね。頭おかしい。さて、ただの巻物を拾いましたけど、これは悪いことには使わず、日頃迷惑をかけてる店主にプレゼントしようと思うんです。私、超優しいね。うおー、店です。店が出ました。そんなにプレゼント欲しいんか？まったく、しょうがないやつです。で、店が出たのはいいんですが、問題が3つほどありまして、1つ目は、店と階段が遠すぎることです。2つ目は、このフロアにはまだドレッドラビがいるってことです。3つ目は、店主の唇が分厚すぎるってことです。泥棒するにあたって、全部深刻な問題ですね。吹き飛ばしの矢、めっちゃ便利ですよね。でも、デブ歌とかに使うときは、吹っ飛ばないでほしいんですよね。そこがデメリットです。皆さんは矢稼ぎするとき、鉄の矢か、吹き飛ばしの矢か、どっちを集めますか？特殊能力がついた矢って、試練5にはたくさんあるんですけど、ほとんどが空気なんですよね。ダーツの矢とか、正規の矢とか、いまいち使い道がわからんです。でも、とどめの矢は、ほとんど矢が当たらないので、下手投げの腕輪的な使い方ができます。知っておくとちょっと便利かもしれません。私的には、アスカ剣山の、大砲の玉みたいなのが欲しいですね。おお？なんかお前、からしみたいな色してんな。色がムカつくから、石投げとこう。なんだかすっきりしたね。では、店に向かいましょう。いや、ちょっと待って。これマジでやばいんじゃね？ドレッドラビがいるときは、ある程度 HP ないと怖いね。即死コンボになりそうです。いやしかし、マジでこれどうしよう。札を使いたくても象がいるからな。とりあえず、素早さそう飲めばなんとかなるんじゃね？あ、そういや象って、倍速状態も吸ってくるんですか？まあでも、隣接時に象に行動させなければ平気やね。ふう、素早さそうマジ素敵です。大事な動かずの盾を盗むような、どっかの唇よりはるかに素敵です。さて、店までちょっとグダグダするので、カット。いらっしゃいませ。
要店主、久しぶりやな。ところで今回の店のアイテムは、まともなものあるやんな。ふふ、任せてください。ふむ、期待してみてみるわ。なんか微妙じゃね？これは、嫌な予感しかしないね。おい店主、お前どういうことやねん。まともなアイテムゾワ札だけやんけ。しかも3枚しかないやん。いや、それが私の優しさってもんですよ。このフロアにもドレッドラビがいるんですよ。どのタイミングで呼ばれるかわからないですし、やめといた方がいいと思うんです。もうこのパートで最終回ってことにしましょうよ。そうしましょうよ。アホか、ドレッドラビに呼ばれるのが怖くて泥棒で、はぁ？ね、怖いでしょ？今回は泥棒やめときましょうよ。うるさいわ、距離あるからってわざわざラインしてくんなし。そもそも、ドレッドラビに呼ばれなかったとしても、階段が遠いから無理じゃないですか。それは問題ないで。今からちょっと準備をするから、見ときなさい。とりあえず、ここの下をトンネルの杖で掘りましょう。これで店まで一直線の通路ができたね。あとはまあ、敵を金縛りにしておきたいのですが、この階は象がいるので心配ですね。よし、こいつでいいか。ラシャー側、なんとなく怖いのでやめとこう。よし、これで金縛りにしたらオッケーやね。あれ、よく考えたら、この場合だったら飛びつきの杖でも、さほど変わらなくね。まあいいか、飛びつきの杖もったいないしね。ふう、準備もできたので、適当にアイテムを物色させてもらうで。本当にやるんですか？やめといた方がいいんじゃないですか？いやー、今まで泥棒中にドレッドラビに呼ばれたことないし、大丈夫じゃね？まあそれに、呼ばれたら呼ばれたで、その時考えればいいやん。そんな無茶な。それにまあ、日頃の行いがいい人は、こういう時呼ばれたりしない、そういうもんやで。私なんかは、日頃の行いがめっちゃいいから、ドレッドラビに呼ばれるなんて。は？はぁ？いやいや、ちょっと待って。これ、普通に考えて無理やろ。だから言ったじゃないですか。わらわらわら。アホか、こんな時にLINEしてくんなし。このままじゃ、今回のパートで最終回になるんやぞ。マジで。そうですね。ここは一つ、落ち着いて、店のアイテムしか使えない縛りで。今現在使えるアイテムを見てみたらどうですか？ゾワ札があるやんけ。でも、3枚しかないでこれ。そっちの状況がよくわかりませんが、3枚もあれば十分じゃないですか。足りるわけねえ。3枚でどうしろっていうねん。クソが、やってやるよ。ゾワ札3枚で、やってやるよ。左か右、どっちに投げるかですけど、階段が近い。右、かな？いてぇー、あと1回攻撃食らったら終わりやん。くっそー、お前もゾワゾワさせてやる。ふぅ、ちょっと一安心ですけど、ゾワ札、あと1枚しかないね。とりあえず、階段に近い青じそからやっつけるか。ゾワゾワ中の青じそに、紅生姜を殴らせるのとか、どうかな？ということで、一旦左側の青じそを殴りましょう。よっしゃー、来たー。
左側の安全確保。来たー。あとは右の青じそが紅生姜を倒せば、いい感じになるんじゃね？全然いい感じじゃねえやん。レベル上がっただけやん。くそー、最後のゾワゾワ、使っちゃったよ。来たー。左右の安全確保。来たー。で、ここからどうするねん。どうしようもないわ。くっそー、これは、積んだか？とりあえず、脱出するにしても、天守がたくさんいたらどうしようもないね。タイミングを見計らいましょう。おお、いい感じになってきた？よし、行くかー。来たー、混乱来たー。これは、まさかの、泥棒成功なのか？うおおー、ゴールしました。やばい、この泥棒は、やばい。これはマジで心臓がバクバクしたね。私の中で、一つ結論が出ました。泥棒中ドレッドラビに呼ばれても、まあなんとかなる。さて、59階です。お店はなさそうですね。残念。サクッと階段探して、次のフロアへ行きましょう。おお？ 8 か、こいやこの野郎。は？いやちょっと、8、マジ怖いやん。シャレに並んで。そうそう、前回の動画あたりから、ちょっと投稿ペースが落ちてるわけなんですけども。仕事柄この時期はすごく忙しくって、編集に避ける時間が少なくなってるんですよね。申し訳ありません。茶番の編集に時間がかかってるんじゃね？ってコメントがあったのですが、茶番自体はそんなに作るの大変じゃないんですよ。平均して8時間以内には作れる感じです。で、今まで実況してきた、原始に続く穴とかの投稿ペースってどんなもんだって？って思って見返してみたら、こんな感じでした。最近の動画に近づくにつれ、編集が凝ってきてるので、投稿ペースが落ちるのはわかるのですが、驚いたのが、原始に続く穴の投稿ペースです。原始に続く穴は、ハローことか、パート1を投稿した日から37日後に、最終回のパート20まで行ってるんです。あの頃は、カット編集と、ゆっくりの声を当てるだけの動画なので、茶番もないし、字幕もほとんどないわけですけど、それにしても早すぎです。25分の動画を3日連続でアップしたり、ひどい時だと、同じ日付で動画2つアップしてたみたいです。4年前の私は、はっきり言って異常者ですね。マジで、頭おかしいとしか思えません。さて、今回の動画はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。